ばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の坂淳です。今日7月11日、月曜日ですね。最近いつも撮影をしているビストロイナシュベで、この夏からスタートしました、グラス食器を使った、デザート、一般的にはパフェ、何々パフェですけど、当店ではグラスのことをベールと言いまして、デザートのことはフランス語でデセールと言いますので、ベールデセール、グラスデザート、何々パフェではなくてベールデセールという、商品を3種類、本日の7月11日から、3週にわたって、ご紹介していきたいと思います。販売自体はですね、7月2日の土曜日からもう始まってまして、非常に好評いただいた、いただいている商品です。まあ、夏の間、ここからスタートして続けていくんですけど、まあ、2、3ヶ月こう季節の変わり目ごとに商品は入れ替えていこうかなという計画をしておりますので、まずその第1弾ですね。今日は、ダークチェリー、さくらんぼを使ったサクランボを使ったフォレノワールって6月の末に紹介したんですね、デザートね。それを、フォレブランシュとして、白い森として、グラスデザートベールデセールに仕上げたものを、ご紹介したいと思います。今日ちょっと普段とこう作る工程とかではなく、レシピを要するような部分ではなくて、うちの、ビストロイナシュベの、ベールデセールは、こういう風に作ってますという、ディテールを紐解いた、内容でご紹介していきたいと思いますので、最後までお付き合いください。ではよろしくお願いします。ではここから、うちの天才シェフパティシエールのマドレーヌが、製造工程に入っていきますので、マドレーヌよろしくお願いします。まずですね、シロップ漬け、自家製でコンポートにしたダークチェリーですね。種取って、缶詰がありますんで、ヨーロッパのものが缶詰でもいいですけど、フレッシュのものが手に入るので、それをシロップにつけてます。それからそのシロップから作ったジュレですね。うんうんとうなずいてますんで、はい、そういうことです。アガーで固めてますね。だいたい今見ているぐらいの柔らかさだと、液体に対して 3% ぐらいのアガーを冷たい状態から混ぜ溶かして、その後に、加熱して溶け切ったら冷却ですね。これは何ですか？バニラクリームです。バニラのシャンティ、バニラ、バニラの香りがする生クリーム、泡立てたお砂糖入りの生クリームですね。次にチョコレートクランチ、すべて自家製にこだわってますので、このチョコレートクランチもマドレーヌが手塩にかけて、チョコレートクランチは食感の違いをね楽しむために、これはブラウニーですね、チョコレートブラウニー。今半分ぐらいですね、工程として半分過ぎたか、6割ぐらいか。でシャーベット、カシス、あ、そうだ、ごめんなさい、さくらんぼのシャーベットにソルベに、これがチョコレートアイスです。こう 2段仕立てですね。甘さと酸味のバランスで組み合わさってます。で仕上げに、仕上げですよね。いや、もうちょっとアメリカンチェリーが中に、アメリカンチェリーが中に、
あそこに敷き詰めるフレッシュかフレッシュね。アメリカンチリ半分に割って種を取ったものを敷き詰めていきます。はい、なんかこれでも十分可愛く出来上がってますね、マドレーヌね、はい、なんかこのまま出てきてもおかしくなさそう。ここに、フォレブランというぐらいですからバニラクリームをですね敷き、あの絞り込んで、ここからヘラを使って仕上げの作業です。いいですね、手際もいいね。三角錐に、ナッペ塗りまして、最後ここにホワイトチョコレートのパウダーです。ホワイトチョコレートのコポーとなんだっけ、パウダーとコポーを、はい、振りかけて完成。完成です。では、試食はですねステファンです。最近あの定番化してきましたステファンに試食をやってもらいたいと思います。じゃあステファンよろしくお願いします。こんばんは、ステファンです。それでは試食していきたいと思います。チョコレートとあのさくらんぼの甘酸っぱさがとてもさっぱりして美味しいです。はい。短いです。いやーでもいやなんか冷たくて美味しいです。美味しいか美味しくないかしか言ってない。では、まああのこう非常に好評で始まってるんですよ。あの金額も。今日のものは1500円で、販売してまして、非常にあの素材と製法にこだわった、ベールデセールグラスを使った、新しいタイプのデザートなので、ぜひお店に足をお運びいただき、食していただけたらなと思います。来週18日、7月18日は、引き続き第2弾、桃を使ったベールデセールですね。桃また違うスタイルでお届けしたいと思いますので、お楽しみにご覧になってください。あの番組登録と、このいいね、あとコメントですね。あの最近あまりお返事ができてませんが、時間がある時にできるだけ返事をしたいと思いますので、いろんな質問も結構です。あのぜひ、コメント欄も、ご記入いただければなと思います。それではまた来週。セボンです。